どうも、神座ベースボールチャンネルです。突然ですが、楽天イーグルスに小深田博人っていうね選手がいることをご存知でしょうか。このチャンネルの視聴者はね、結構私の悲劇と同じ楽天イーグルスのファンがね多いかと思うんですが、まあね、彼がね結構ルーキーの時に高い打率を残せたにもかかわらず、まあ、今現在はね打率2割2分9厘とね、低い打率を残してる理由、この辺をねちょっと解説していこうかなと思います。まあ、結構技術的なところをね深掘っていくねマニアックな企画になるんで、興味がある方はねぜひ最後までご覧ください。結論なんですけど、まあ、小深田選手はねインコースとストレートしか、打てないから低打率を残しているんですよ。まあ、小深田選手のねコース別打率、こちらになるんですが、まあ、インコースをね攻められてること自体がね非常にね少ないと思います。まあ、インコース真ん中ベルトラインとか打率低いんですけども、ここ実は小深田選手が最も得意なゾーンで、かなりね厳しい球しか投げられてないからこの打率を残してるというような感じなんですね。小深田選手の打撃フォームってインコースが極端に強くて、で外の変化球中心に攻められると、まあ、ほとんど打てないこういびつなねコース別のね、得意ゾーンになってるんですよ。これなぜなのかっていうのをね技術的に深掘っていきたいんですけど、まあ、なぜね小深田選手がインコースの直球系ばっかりが狙っているのかっていうところをね、まあ、解説していくんですけど、小深田選手、まあ、身長がまず168センチと非常に小さいです。そして腕がね身長に応じて、まあ、非常に短いですというところで、まあ、この腕を極端にコンパクトに振ってて、でそのスイングスピードがとても速い、インサイドアウトって言ってバットを内から出すみたいな動作が非常に、良くて、でスイング軌道が非常にコンパクトなので、まあ、直球への強さっていうのが非常にあるというようなところが、まあ、小深田選手の打撃フォームの非常にね大きな特徴になるんですね。で腕が短く軌道がね素直なんで、外にねバットが届かないっていう、こういうね欠点を持ったスイング軌道になってます。またね小深田選手っていうのはその手首を返し気味にかつ素直なねスイングで振ってるんで、まあ、そうスイングを横から見た時にこう U の字というか U の字になるような、フォームになるんですよ。バットがねボールをややすくうように振るため、この軌道をね、で振るバッターっていうのは小さい変化球が非常に苦手なんですよ。まあ、どういうことかっていうと、まあ、極端な例で言うと大谷選手のようなアッパースイングで振る選手は多少手元で変化しても手首がねこう落ち気味というか落下してるんで、多少ね手元で変化してもと下からボールの下から当てることができるんですよ。こういうバッター、大谷選手が柳田選手のような打撃フォームのバッターは結構フライとかライナーをね安定して小さい変化球でもね振ることができるんですが、小深田選手の場合はスイング軌道を担保するために手首を返す、これまで一応言ったんで手首を返すこと自体が悪いことではないんですが、こういう打撃フォームになると小さい変化球を拾いにくくなってしまう。こう手首でを返すことによって手元で加速させてるんで、どうしても手元で変化する変化球が苦手になってしまうというような打撃フォームの特徴になってるんですね。なので、これはね一長一短ではあるんですが、小深田選手のように腕が短くかつ手首を返すフォームだと、外寄りのスラッターとかツーシームのような小さい変化球のボールが非常に苦手になってしまうというような打撃フォームになってしまうんですね。というわけで、まあ、小深田選手がこう外のね小さい変化球スラッターとかが苦手でインコースのストレートにめっぽう強い理由っていうのが、まあ、小深田選手の腕が短いっていうのと打撃のスイング軌道すごくね素直でストレートに強い、シンプルな打撃フォームっていう、まあ、これもいい特徴ではあるんですが、まあ、小深田選手のね、なんと得意不得意をねはっきり分かせれさせてしまっている特徴になります。小深田選手がねなんでルーキーの時に打てたのかっていう話もしていきたいんですけど、小深田選手がルーキーの頃結果を残せた理由っていうのは、まあ、見かけによる初見殺しっていうのが、まあ、非常にね大きな特徴かなと思います。というのも本来ね短距離バッターっていうか単打が多いバッター小深田選手見かけ的に単打が多そうなんですが、こういうバッターってそもそもスイングが遅い選手が多いんですよ。例を挙げると、まあ、オリックスの福田周平選手は、ストレートに弱くカットボールやツーシームなど小さめの変化球に非常に強いというねデータがね、まあ、このように出てるわけですが、こういう選手の特徴っていうのは、まあ、基本的に、まあ、体が小さい分そもそも筋肉量が少ないというようなところが、まあ、特徴のね小さい選手そもそもの、特徴なんですよ。なのでその小さい選手っていうのはやっぱりどうしても大きい選手に比べるとスイング軌道が担保できないっていうね、スイングスピードが担保できないっていうバッターが非常に多くて、まあ、こういうバッターは結局そのストレートにどうしても振り遅れ気味になってしまう、カットボールとかツーシームに合うようなスイングスピードであることがそもそも非常に多いんですよ。福田周平選手はバットを短く持つことによって筋肉量の少なさをカバーしてるんですが、
それでもやっぱりどうしてもストレートに振り遅れてしまうというようなスイングの特徴があるので、やっぱりね、小さい変化球、まあ、ちょっとね130キロ台140キロ台くらいのボールに合うようなスイング軌道になってしまってるというような感じなんですね。だから小深田選手のようにインサイドアウトが非常に綺麗にできて、そのスイング軌道を担保できててストレートに強いっていうのは小深田選手の強みでもあるんですが、逆にねこれがそのあだになってしまって外の変化球に弱くなってるというような打撃フォームなんですね。小深田選手の初期に結果を残せた理由っていうのはやっぱりこう福田周平選手、まあ、これ糸原選手とかも同じような特徴があって、やっぱりこう糸原選手が福田周平選手っていうのは、まあ、その外のね変化球に強いと、でインコースに弱いっていうね、そのスイングがね遅い選手特有のね特徴を持っているので、小深田選手もルーキーの時はそういう選手だと見かけで思われていた。身長168センチで、まあ、セカンドショートの選手ってところで、まあ、ちょっとね、まあ、見かけ的にストレートに弱そう、インコースに弱そうっていうところで、まあ、インコースのね甘めのストレートを結構投げられてたんですよ。だからここのね、初見殺しによって小深田選手はねルーキーの時に結果を残せていたんですが、1年目にデータが集まると同時にやっぱり2年目以降は結果を、打率という結果は残せていないというような結果になってるんですね。じゃあ小深田選手が今後復活、打率2割8分、いやもっと超える3割を打つ、たった一つの方法っていうのをね、まあ、この最後にね伝授していきたいんですけど、小深田選手が今後ね復活する方法っていうのはたった一つあって、これはね頭を使ってプレーする、これに尽きると思いますね。頭を使うっていうのはどういうことかっていうと、相手の配球を読む、これが非常に重要になってくるかなと思います。というのもやっぱりプロ野球選手なんで、例えばスラッターが来る、ツーシームが来る、カーブが来るって 100% 分かりきってる状態だったらスイングをね合わせることができるんですよ、まあ、ほぼねスラッターツーシームが来るって分かってれば 100% 打てるっていうのがやっぱりこうプロ野球選手たるね、理由だと思うんですよ。なのでまずね、その自分にインコース甘めのストレートが来ないっていう意識をね、この動画見て小深田選手が見てるか分かんないんですけど、自分にね甘めのストレートが来ない、インコースにストレートが来ないっていうね意識を持って、相手の配球を読んで、相手がねあの変化球外狙ってくると思ったら、この変化球スラッターとかツーシームとかカーブとかスライダーとか何でもいいですけど、そのね変化球に合わせたスイングを配球を読んですれば、これねもう確実に小深田選手ってその打率は上がると思うんですよ。これね山崎武史選手が典型例だと思うんですけど、山崎武史選手って配球を読むことによって38歳とか40歳でホームラン40本近く打ってるんですよ。ホームラン王もね取ることができたと。これはなぜかっていうと、ノムさんがお前に甘めのストレートなんてストライクに放ってこないから、スラッガーのお前は変化球を狙えと、ボール寄りの変化球を絶対相手は投げてくるから、その配球を読んでくれというようなアドバイスをしたんですね。でそれまでストレート1本狙いだった、タイミングを合わせることしか考えてなかった山崎選手は、配球を読むことによってホームランを獲得することができたというところで、小深田選手もホームランバッターではないですけど、もうね小深田選手にインコース甘めのストレート投げてくるピッチャーってもう、てかバッテリーってもういないと思うんですよ。これがねその小深田選手がそのプロ5年目にもなって、まあ、ちょっとね分かってないところで、小深田選手がその頭を使って配球を読んで打撃をねすれば、もう確実にね2割8分、もうもしくはね何なら3割とかもう打てるバッターになると思うんですよね。楽天の選手、まあ、全般的に言えて、その楽天の選手って自分の得意コース得意な球種しか狙わないバッターが非常に多いんですが、このね自分の得意なコースってのはもう相手に研究されて、もう投げてこないよっていう、このバッターに対してこういう攻め方をしてくるよっていうね、配球を読むっていうところを、まあ、一つね、まあ、原点回帰というかノムさんの頃をね思い出してやってみるっていうのがね、こう一つね小深田選手が復活するチャンスなんじゃないかなと思います。やっぱり小深田選手その打撃内容を見ててもインコース甘めに来た時に振ることが非常に多くて、多分ねインコースストレートを、まあ、僕が見た限りでは、打席内容を見た限りではインコース甘めを狙い続けてるんじゃないかなというような打撃内容で、まあ、やっぱりねそれで外のね変化球攻められ続けたり、まあね、あるいは誘うようなインコースストレートと見せかけた小さい変化球とかで詰まってゴロになってしまうっていうような打席内容が非常に目立つので、ここのね内容を意識すれば小深田選手、まあ、確実に復活できるんじゃないかなと思います。というわけで、小深田選手の打撃フォームの解説は以上になります。よかったらね面白いと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。それでは。